三重県鈴鹿市の路上で外国人とみられる男ともみ合いになった警察官が警棒で殴られ重傷です。警察官は拳銃を発砲し、男らは現場から逃走しました。警察官は男らともみ合いになり、こちらで頭を殴られました。そしてこちらの住宅街に入ったところで拳銃を発砲したということです。午前5時20分ごろ、三重県鈴鹿市住吉町にある飲食店の駐車場で、外国人20人ぐらいが喧嘩になり、怪我人が出たとの通報がありました。駆けつけた警察官が逃げた男を追いかけてもみ合いになり、奪われた警棒で頭を殴られたため、拳銃を2発発砲しました。パーン、パンっていう音ですね、2回。ここら辺はちょっと外人が多いので、喧嘩がちょっと多いですね。男とその仲間2人は現場から逃げ、拳銃の弾が当たったかどうかは分かっていません。鈴鹿警察署は、現時点では発砲は適正だったと考えているとコメントし、3人の行方を追っています。